サンロレンツォ・フオーリレ・ムーラ大聖堂3、ロレンツォ・トライル1 8 9十イール1900、サンロレンツォ・フオーリレ・ムーラ大聖堂は、イタリアのローマにあるカトリック教会の大聖堂。ローマの五大バジリーカの一つ。名称は、城壁外のセーラ・ウレンティウス大聖堂を意味する。3世紀に殉教したセーラ・ウレンティウスの墓の上に、建設され、彼を記念する教会である。 聖ラウレンティウスは女才であった人物であり、258年にローマで殉教した7人の殉教者のうちの一人である。この聖堂はコンスタンティヌス帝がラウレンティウスが殉教したとされる場所に彼の墓を作り、競技場型走り家を作ったのが始まりであるとされている。その後、580年代に教皇ペラギウス2世によって大増築された。十三世紀に 教皇ホノリウス2世は古い聖堂の前に新たな聖堂を作った。聖堂は聖人の生涯を描いたフレスコ画で飾られた。その後都市計画の一環として両聖堂を一つにする工事が行われた。この聖堂の地下の発掘作業によって多くの墓が発見されている。サンロレンツォ・フオーリレ・ムーラ大聖堂は1374年から1847年まで。 エルサレム総大司教の名義制度であった。1943年には、連合軍の爆撃によって破壊され、1948年まで修復作業が行われた。この作業で19世紀に付け加えられた装飾は除去されたが、ファサードに描かれていたフレスコ画は修復できなかった。19世紀の教皇ピウス九世や EU の父と呼ばれるイタリア首相、 マルチーデデガスペリもここに葬られている。ありがとうございます。